皆さんこんにちは、マイプラチャンネルです。今回もご視聴ありがとうございます。2020年もね、押し迫ってきましたので、いろんなね、YouTuber さんがやっている2020年買ってよかったもの、これをね、僕のチャンネルでもやってみたいと思います。評価点としてはですね、それを買ってあるいは使ってですね、非常に便利になった、それから生産性が向上した、あるいはね、生産したものの質が上がった、またはね、生活の質が上がったとか豊かになった、そういったところを評価点としてベスト10選んでみたいと思っています。でただね、今回はね、ガジェットにもう特化してしまいます。というのはですね、今年1年僕が頑張ってきたことって YouTube なんですよね。なので購入したものもほとんどが YouTube 関連、 YouTube の動画制作に関わるようなもの、これが圧倒的に多いので、かなりね、デジタルガジェットに偏った内容となっています。でまたですね、6月が終わった時点で今年の上半期買ってよかったもの、使ってよかったもの、ベスト5を発表してるんですよね。でその動画で紹介したもの、これも重複して登場してくるんですが、その時のね、順位と変わってるものもあります。でその理由は、今年後半半年間かけて使っているうちに、これはいいなっていうものがあったんですよね。それでランクがアップしているというふうにご理解ください。それではね、2020年買ってよかった、使ってよかったものベスト10行ってみましょう。それではね、第10位です。第10位こちらになります。アンカーパワーコア3フュージョン5000ですね。以前のモデル、これですね。この時から僕もこれずっと使っていて、で今年モデルチェンジしたんですよね。でこれ何がいいかというと、プラグが一体型になっていて、このまま挿すと充電できて、モバイルバッテリーとして持ち出すことができるのと、あとはこれを繋いだ状態で充電するためのデバイスをつなぐと、急速充電器としても使えると。非常に便利なモバイルバッテリー兼急速充電器です。で、モデルチェンジして何が変わったかというと、USB-C ポートがついたんですね。で、これによって充電する電圧が上がりますので、さらにスピーディーに充電することができるようになりました。で僕はこれ何に使ってるかというと、外での撮影ですね。オズモアクションとかオズモポケットの給電、あるいは充電ですね。特にオズモポケットなんかは給電しながらずっとね、この辺りにリュックのベルトにつけて撮影したりしますので、そういう時にね、非常に便利ですよね。でまた今撮ってる ZV-1、 これの充電にも使います。すごく大容量というわけではないんですけれども、これだけあればね、1日十分撮影できる容量ですし、これぐらいのサイズだとね、持ち運びにも非常に便利ですよね。ということで、これを第10位に挙げさせていただきました。今僕がモバイルバッテリーどんなのがいいのって聞かれたら、もう間違いなく1番に押すのがこれですね。はい、第9位です。第9位、ちょっと大きいので、よいしょ。お見せしにくいんですが、こちらになりますね。アンカーの掃除機ですね。コードレスタイプの掃除機。ユーフィーホームバッグ S11-5。これになります。で、今回のランキングの中で唯一の家電です。今これが通常のタイプですね。でサイクロン式で非常に吸引力が強くて、アンカーの掃除機ってもう本当にね、コスパが良すぎるんですよ。同じ吸引力で、某メーカーさん、サイクロン方式で有名なメーカーさんがありますけれども、吸引力で同じぐらいのものを比較すると、向こうのメーカーさん5万円以上はすると思うんですが、これ2万円切るんですよね。めちゃくちゃコスパ高いんですよ。でこういうスティックタイプっていうんですかね、このタイプのコードレスの掃除機、僕は初めて使ったんですが、本当に使い勝手が良くて、今こういう標準のものをつけていますが、こういうアタッチメントが豊富にあって、こうつけるとハンディタイプになるんですね。車をね、使ってる方は本当に便利だと思います。車の掃除はね、これですごく簡単にできますので、これはね、今年買って本当に良かったなっていう掃除機ですね。でちなみにうちはメインの掃除機はロボット掃除機、やっぱりアンカーさんのロボット掃除機で、そのロボット掃除機でできないところをこの掃除機でやっているというような感じです。これが第9位です。はい、第8位です。8位は今ここにあるんですけれども、照明ですね。勉強さんから商品レビュー用に提供していただいたデスクスタンドライト、勉強ウィットマインドデュオ LED ライト、こちらになります。でちょっと
見えないのでカメラ iPhone に切り替えて撮影します。ちょっと逆光になって眩しいんですけども、これですね。これ動画でも紹介しましたけれども、一応普通のデスクライトなんですが、非常に賢くて光量をね調節できるのはもちろん、暗くなりますよね、こっちにすると明るくなります。色調をこういうふうに調整することができます。撮影時はねこういうふうに青いライトに僕はしているんですけれども、何かねリラックスするような時なんかは若干黄色みがかった暖色系の色にすることができます。はい、それとこれね長押しするとちょっと色調変わったの分かりますかね。勉強モードって言ったらいいんですかね、勉強モードというか読書モード、こういうのが入っていて、長押しするとここの部分長押しするとですね、その読書に最適な文字を読むのに最適な色調に変わったりしてくれます。こういう非常に賢い、そしてデザインもね非常にいいですよね。でこんなに細身なのに、光量のこの光の広がりが非常に大きくて、デスクスタンドとしてもちろん優秀なんですが、僕はですね撮影用ライトとして使わせていただいています。でまたこのアームの付け根のところに USB ポートが一つありまして、今ねこのアンカーのスタンドタイプの充電器、これをねつないでいます。はい、今8位までご紹介しましたが、7位に行く前にちょっとここでね一つ、今年すごく参考にさせていただいた書籍を2冊ご紹介したいと思います。1冊がねこちらですね、ギュイン徳川さんのもっとええのん作りたい、それでギュインさんねご存じない方もおいでるかもしれませんが、一応 YouTuber ということで活動されているんですけれども、僕と同じくですねガジェットレビュー系の動画結構作られていまして、もうねめちゃくちゃ画質がいいんですよ。で今年1年僕は YouTube 頑張ってきたんですけれども、ものすごく参考にさせていただきました。でこの本はもともとビデオサロンという雑誌でギュインさんが連載持っていたものをベースに作られているんですけれども、それにね加筆してくれてまして、本当にね参考にさせていただきました。ギュインさんが持ってるね機材とは僕はもう雲泥の差なんですが、例えば俯瞰撮影ですね、カメラを真上から開封シーンなんか撮る技術なんかはもうギュインさんからパクらせていただきました。本当にね参考になった一冊ですね。でもう一冊、これは最近買った本ですけれども、アミティ先生ですね、 iPad Creative という本です。でこれは iPad の、解説書なんですが、アミティ先生ご自身がねもともと YouTube で iPad の使い方を広めている方 でその動画をもとに作っている本なんですよね。なので iPad の使い方を解説する本っていろいろあるんですが、まずクリエイティブ系の iPad の使い方の解説書っていうのがほとんどないんですよね。でそれに加えてこの本で紹介されているテクニック、ちょっと分かりにくいなっていう時は動画があるわけですよ。これ強みですよね。なので本で見てやってみて分かりにくいところは動画で確かめるということができる本なんですよね。なので iPad でねクリエイティブ系の何か作業がしたいという方にものすごくおすすめです。でクリエイティブ系といっても別にね写真を加工したり絵を描いたりだけじゃなくて、ノートアプリも紹介されていますし、手帳アプリも紹介されています。iPad をですねコンテンツ消費デバイスとしてしか使わないという方、非常にもったいないと思いますね。ぜひこの本読んで、あこんなこともできるんだっていうのを知ってもらえたら嬉しいです。はい、以上2冊ね、今年僕が YouTube 系それからガジェット系で参考にした本紹介させていただきました。はい、ランキングに戻ります。第7位ですね、第7位はこちらです。ロジクールの MX マスター 2S ですね、この多機能マウス、こちらが第7位です。でこれね今年1月ですね、まだコロナが流行る前です、東京で僕がブログで使っているレンタルサーバーの会社さんが行ったイベント、ブロガーのイベントに参加した時にじゃんけん大会があって、そのじゃんけん大会で僕優勝したんですよ。獲得した景品がこのロジクールのマウスなんですね。これすごく多機能で、ここにホイールがありますよね。これよくあるものなんですが、これ自体がね、押し込むとボタンになっています。それからマウスの後ろにも一つボタンがあって、で横にもここにホイールがあってですね、
ホイールの後ろに2つボタンがあって、で、ここですね、親指を置くところ、ここも押し込むと、今反応しましたけれども、これもね、ボタンになっています。ということで、5つボタンが配置されているマウスで、これがね、もう革命的に便利になりました。何に良かったかというと、Final Cut Pro で動画編集するときに、カット編集ですね。切っては捨て、切っては捨て。あの作業を、この親指1本でできるようになったんですね。ここにカットと、あとデリートキーを当てがって、で、この上の部分には戻るですね。取り消し。それをつけたんですね。で、そうすることで、それまで普通のマウスでカット編集かかっていた時間が半分に短縮できました。まあ、貢献度としてはね、これ1位にしてもいいぐらいのマウスです。で、ちなみに今からね、購入される方、これも一つ世代古いモデルですので、もう一世代新しいモデルがありますので、そちらを購入されることをね、お勧めします。まあ、これでもね、2S でも十分、機能的には大丈夫なんですけれども、安い方がいいという方は、この 2S をお勧めします。ロジクール MX マスター 2S。これが第7位になります。はい、第6位ですね。6位はちょっと画面から消えてるんですが、この辺りに、あるんですけれども、ブラックマジックデザイン社の A10 ミニです。ちょっとカメラ切り替えますね。はい、今ね、僕の目の前に iMac があって、でその下にね、これ高橋藤井さんの PC 台なんですが、その中に収まっているのがこれ A10 ミニです。で、本来ですね、これスイッチャーなんですよね。 HDMI でカメラとかパソコンつないで、その画面を iMac に送るんですけれども、その切り替える4チャンネルあって、スイッチ押しながら切り替えて、まあ、ライブ配信なんかをやるための機械なんですが、こういうね、専門的な機械なので、僕もこれまで知らなかったんですけども、この機械が出るまでは10万円以上したらしいんですよ。だけど、この A10 ミニ、4万円切る価格で、で、しかもね、非常に使いやすいです。見た目ね、ボタンが並んであって、で、配線もこの裏ごちゃごちゃしてるんですけれども、ちょっとね、とっつきにくい感じがするんですが、Mac にケーブル1本で、USB Type-C ポート1本でつながっていて、で Mac の方ではウェブカメラとして認識されるので、本当にね、つないだだけですぐ使えます。で、僕は毎週土曜日にライブ配信でこれを使ってるんですが、で実は今こうやって撮影してる時も使っているんですね。で、それ何かというと、メインのカメラこれ ZV-1 ですが、ここから A10 ミニにつないで、でそれを OBS のソフトにこうやって映し出してるんですね。で、別に配信してるわけじゃなくて、OBS のソフトに映ってる画面を、要はモニター代わりにしてるんですね。はい。ということで、いつもね、ここで撮影するんですけれども、ちょうど画角が切れる、この辺りに、要は僕はチラチラと見るモニターがあるわけなんですよ。商品レビューでこうやって映しておいて、ちゃんと映ってるかなと思ってこっち見てるんですね、僕ね。はい。こういう使い方をしています。で、今年は感染症の影響で、家庭でお仕事される、リモートワークをされる方が増えた影響もあって、こんな特殊な機械そうそう売れるものではないと思うんですが、2月3月ぐらいからもうずっと品薄で、一時期ね、2ヶ月待ちだったりしたんですけれども、まあ、僕運よくですね、40日待ちぐらいで6月に手に入れて、それ以来ね、ずっと使っています。まあ、別にライブ配信をしなくてもですね、リモートワークでパソコンについているウェブカメラではなくて、もっとね、画質のいいカメラをつないでリモート会議をしたいという方に、これね、おすすめだと思いますね。ちなみに HDMI 端子がつながるカメラだと、大体の場合 A10 ミニにつなげることができますので、ウェブカメラとして何かね、カメラを購入するときはその点だけね、ご注意ください。はい、続いて第5位です。第5位はですね、壁です。で、壁ってどういうことなのって思うかもしれませんが、実はこの壁は動画にもしたんですけども、6月に突貫工事で1週間ぐらいかけて作りました。もともとは普通の壁だったんですね。で、ところが今年 YouTube をこの画角でずっと撮ってるんですけども、ずっとバックがこの壁なんですよ。で、何もない壁だとあまりにも殺風景なので、何かね、ガジェッター風に、まあ、カメラとかガジェットをこう並べたりですね、できないかなと。で、あるいは、ここガランとした廊下の突き当たりなんですけれども、声がね、結構反響するんですね。なので有孔ボードを使えば多少なりとも
その反響をね抑えることができるんじゃないかということでこれを作りました。で作るのと同時にこの机もですね真っ白く塗り替えたんですけども、で制作費がですね約2万円ぐらいです。有効ボード1枚半とあとこのレールですね、棚をつけるためのレールなんかをつけて2万円弱でできました。で当初はなかなか棚もちゃんとできてなくてアレンジもできていなかったんですけれども、徐々にね、棚をつけ、そして観葉植物を増やし、ね、機材をこう置いたりするとだんだん愛着が出てきて、で多分これは来年も配置をいろいろね変えたりすると思います。まあ、その辺のね変化もね来年また楽しみにしていただいたらと思います。第5位がこの有効ボードでね作った自作の壁です。はい、第4位ですね。第4位がこれは発売されてもう1年以上経つんですが、僕が最近購入したものですので第4位に入れさせていただきました。これですね、 AirPods Pro です。で AirPods に関してはですね、最近オーバーヘッドイヤーの7万円近くするあのね話題のヘッドホンが出ましたけれども、まあ、僕はもうこれで十分かなと、 AirPods Pro で十分かなと思ってます。これだって3万円しますからね。なんかちょっとね金銭感覚がおかしくなるんですが、実は僕はこの世の前に初代の AirPods をずっと使っていて4年近く使ったんですけれども、さすがに寿命が来まして、で急遽買い替えました。でノイズキャンセリングですね、人生初体験だったんですが、まあびっくりしますよね。精神と時の部屋に入るわけですよ。シーンっていきなりなるんですよね。で何が良かったかというと、例えば家事をする時なんかはこれをつけてオーディオブックとかポッドキャストを聞きながらやるんですけれども、前使ってたね AirPods だと掃除機かけたら掃除機の音で聞こえなくなるんですよ。ところがねノイズキャンセリングってやっぱすごいですね。掃除機かけても手元でかかっている掃除機の音がスーッと静かになって、ちゃんとオーディオブックの朗読の声が聞こえるんですよね。でこれは感動しましたし、で空間オーディオに関してもね映画館で聞くような音になって、これもねびっくりしました。であと最近一番使ってるのは動画編集の時の音の確認ですね。これをつけて動画編集をやっています。まあ、細かいところまでね聞き取れて非常にね便利ですよね。まだ使い始めて1ヶ月ぐらいなんですけども、これはいい買い物をしたなと思ってます。これ第4位が AirPods Pro です。はい、いよいよベスト3の発表なんですが、ここでねちょっと休憩といいますか箸休めですね、番外編を一つお伝えしたいと思います。その番外編のものもこの映ってるんですけども、こちらになります。ラメトリックですね。一応スマートクロックというジャンルになるんですが、まあ、Bluetooth スピーカーとしても使えますし、いろいろね多機能に表示することができます。ラメトリックなんですが、今ね YouTube のチャンネル登録者数を表示させていますけれども、いろいろね機能がありまして、これは伝言版ですね。それからこれは Twitter のフォロワー数を表示することができるやつですね。あと設定した日まで何日、これは新年まで7日っていうことですね。それからこれは To Do、 これは時計ですね。それからこれ天気予報。これラジオはね聞けないんですよね。どう頑張ってもなかなかできませんでした。ストップウォッチ、そしてタイマーですね。まあこういったいろいろ機能があるんですけれども、ご覧の通りねドットの粗い柄でちょっとね昔のゲーム機を思い出させるような可愛らしいデザインですよね。はい、でこれ僕がちょっとハマっている同じモノレビュー系の YouTuber で散財 TV 直島さんっていう方がおいでるんですが、そこで紹介されているのを見て欲しくなったんですけれども、今紹介したような機能ってねほとんどねAmazon のエコーショー5でできるんですよ。だけど1点だけ僕がどうしても欲しいなと思った機能1点だけできないんですね。その1つの機能だけのためにこれ購入しました。でその機能っていうのが今この表示している YouTube のチャンネル登録者数の表示です。でこれを常に表示することによって、まず僕自身のモチベーションを高めて維持するためと、あとこうやって撮影していると必ず映り込みますので、あとあとね動画を見直した時に、あこの動画出した頃にはチャンネル登録者数これぐらいだったんだなっていうのがわかるんですよね。またね視聴者の皆さんにとっては、おマイプラチャンネルまた増えたじゃないか、
ていうような感じで見ていただける楽しみがあるかなっていうように思ってるんですけれども、ただその機能のためだけにこれ2万5000円するんですよ。本当ね、無駄遣いですよね。今年最大の無駄遣い、これがラメトリックです。番外編としてお伝えしました。はい、じゃあここからですね、ベスト3の紹介に行きたいと思います。第3位ですね。第3位はこちらですね、 Apple Watch シリーズ6、ナイキモデルですね、これになります。で、僕にとってこれね、 Apple Watch のシリーズ6はこれまで3年間使ったシリーズ3からの買い替えなんですね。さすがに3年使うとそろそろね、バッテリーもへたるかなということで買い替えたんですけれども、以前ね、動画でもお話したように、 Apple Watch ってね、生活を劇的に変えるようなデバイスではないんですよ。別にね、ディスってるわけではなくて、 Apple Watch でできること、例えばですね、 iPhone に来たメールとか LINE とか通知をですね、こちらに飛ばしてくれるんですよね。で、手首でそれを確認することができるっていうのが機能の大きなものの一つなんですけれども、でそれってね、別になくても大丈夫なんですよ。 iPhone 見ればいいんですよ。ただ iPhone を取り出すことをしなくても、ここで手首を上げただけで見える、ものすごくね、地味な便利さなんですよね。ただこのね、地味な便利さの積み重ねで手放せなくなるんですよ。で、またさすがにね、 Apple Watch もだんだん進化してきて、 iPhone のそういった、まあ、呼気のような役割だけじゃなくて、これがないとできないこと、例えば健康系の記録ですね、ログを取るっていうことなんかは、これでないとダメなものがあるわけですよね。で、そういったものも増えているんですが、まあ、とはいえね、機能的にはですね、これを買ったからといって僕の生活を劇的に変えてくれるというものではないんですよね。なので、まあ、ベスト10の中でも、まあ、もっと下の方の順位に本来ならなるんですが、なぜ3位に入ったかというと、今回ね、この Apple Watch シリーズ6を購入して動画をアップしたところ、登録者数もですね、再生回数もすごく伸びたんですね。ということで YouTuber 的にね、貢献ものすごくしてくれたのがこの Apple Watch で、そういう観点から3位に入れました。まあ、最近ですね、ちょっとね、 Apple Watch 関連の動画あまり出せてないので、来年はですね、 Apple Watch の動画定期的に出していきたいと思っています。うちのね、 YouTube のコンテンツの柱の一つにしたいと思っています。Apple Watch シリーズ6、ナイキモデルが第3位でした。はい、第2位です。第2位は今僕を映しているこのカメラですね、ソニーの VlogCAM ZV-1 です。はい、で、このね、 ZV-1 ね、まあ、VlogCAM ということで登場したんですけれども、本当にね、動画を撮影することに特化した機能を詰め込んだコンパクトデジタルカメラですね。まあ、若干手ブレ補正が弱いとか弱点もあるんですけれども、なんせね、そのYouTuber の、特にガジェットレビュアー系の YouTuber にとって欲しい機能がね、盛り込まれているんですよ。で、例えばその機能の一つが商品レビューモードですね。このね、ピントのオートフォーカスの爆速、これすごいですよね。よくね、こうやって昔 YouTuber さんやってたじゃないですか。もう本当にその必要ないですよ。パッと出せばこれで映ります。それからね、まあ、女性なんかには嬉しい美肌モードなんかもありますし、いろんな機能があるんですけれども、まあ、僕にとって特にいいなと思うのは先ほどのね、オートフォーカス、これがすごくいいので、ここで僕はもうカメラに向かって喋っているだけで、ピントに関しては全く心配していないんですよね。そういう安心感がすごくいいのと、あとですね、マイクですね。今もこの動画ZV-1 のマイクでずっと音を拾っているんですが、本当にね、優秀で、まあ、YouTube にとってね、画質も大切なんですが、それと同じぐらい大切なのが音質なんですけれども、この ZV-1 の内蔵マイクがあまりにも優秀なので、今年はですね、それにあぐらをかいてマイクにお金を使いませんでした。まあ、来年はちょっとね、マイクちゃんと購入して音質を向上していきたいと思いますけれども、今からね、 YouTube 始める方でちょっといいカメラ欲しいなっていう方は ZV-1 非常にいいと思います、ね、これ1台あればとりあえずはマイクもいらないし、暗所撮影にもね、強いですからね、どんな場面でも撮影することができると思います。はい、第2位はソニーの VlogCAM ZV-1 でした。はい、そして第1位です。第1位が2つ合わせ技なんですけれども、 iPad Air 4 と Apple Pencil の組み合わせです。で、今
この画角に入っていないんですけども、実はここにですね、ここで僕の方を向いて表示させています。この動画の台本ですね、簡単な台本をノーションで作って、そしてこちらに向けて映しています。はい、こんな感じですね。ボヤタの PC スタンドの上に iPad Air 4を置いて、で、これね、簡単な台本をこういうふうに表示させて、こちらに向けています。僕はこれをチラチラ見ながら撮影しているんですけれども、はい、これですね。で、10月に購入したんですけれども、もう本当にね、手放せなくなりました。今言ったようにね、動画撮影の台本を表示させて、まあ、これをチラチラ見ながらカンペ代わりに使っているということもありますし、動画の企画ですね、あるいはアイディアなんかを書き込むのも iPad で使っています。で、そういったアイディアとか企画の思いついたものは Apple Pencil で GoodNote 5というノートアプリを使って書き込んでいるんですが、とにかくね、この iPad Air 4、それまで僕が使っていたのが iPad Pro の初代のものですね、 12.9 インチモデル、大きいものを使っていたんですけれども、そこから買い替えたんですが、サイズ的にも機能的にもそしてお値段的にも本当にちょうどいい iPad だなと思います。で、この iPad Air 4を使い出してから、外でね、作業が必要な時、僕は今までは MacBook Air を使っていたんですけれども、もう MacBook Air をね、持ち出すことがなくなりました。大抵ね、重たい作業、複雑な作業はもう家で iMac で行いますので、外でね、やる作業ってね、もう緊急で対応しないといけないものぐらいしかないんですよね。で、そのために持ち出すのに iPad ってちょうどいいし、これセルラーモデルなので、本当にね、外で気軽に通信できていいんですよね。今年ね、10月から使い始めたんですけれども、劇的にね、仕事の面でもですね、便利にしてくれたし、それから本来のね、コンテンツ消費機材としても非常に優秀なので、これで映画を見たり、から読書したりっていうことにも使わせていただいていて、生活もね、豊かにしてくれるデバイスだと思います。ということで、2020年の買ってよかったもの、使ってよかったものの第1位は iPad Air 4でした。はい、いかがだったでしょうか。ということで、2020年買ってよかったもの、使ってよかったもの、ベスト10とプラスしてプラスアルファですね、本2冊と番外編もご紹介させていただきました。まあ、最初に言ったようにね、こうして見ると本当にね、 YouTube のための機材がほとんどなんですけれども、まだまだね、動画を作る上で機材がね、本当に足りません。照明もマイクもそれからカメラもですね、足らない状況でこのね、1年間やってきました。来年もね、多分ね、いろいろ買うと思いますけれども、まあそれもね、楽しみですよね。一体どんなガジェットが、どんな新製品が出るのか、本当に楽しみにしていますけれども、ちょっとだけ最後に今欲しいものいくつかお話したいと思うんですが、楽しみにしているのは M1 チップ搭載の iMac です。やっぱりね、今ローエンドモデルが出ていますけれども、それで十分ものすごく性能がいいという話になっていますので、ハイエンドモデルが出たらどうなるのか、ものすごく楽しみですよね。で、あとは来年メインカメラですね、徐々にね、 4K に移行していきたいので、メインカメラ、いいカメラをね、一つね、欲しいなと思っています。まあ、考え出すとキリがないんですけれども、来年もね、いろいろなガジェットを購入していい商品を紹介していきたいと思いますので、どうぞマイプラチャンネル楽しみにしてください。この動画が参考になった、面白かったという方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。